はいどうも、はい、どうも水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日動画頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。はい、今日なんですか。出ました、僕らのシャーペン企画は改造なんで。そうですね、もちろんです。これうんシャーペン違うでしょ。何だっけ、アルファゲル。これも買ってきました。これゲルです。ゲルってゲル以外がアルファなわけでしょ、多分。まあそうだな。世界一ゲルな、アルファゲル作ろうか。ああ、いいね。アルファゲルのゲルを入れます。それはこう、ここまでこうぴったりにして、うん、この太さのアルファゲルになるぞってことね。そういうこと。で、入れます。おもろいのできそうだな。なんか最高のやつできそうな感じするな。ということでこれを熱湯に湯煎していきます。はい、浮き上がってきちゃうんで、これが今100度でやってます。頼むぜ。こう固まってる感じするんだよね、ほら、うん、この感じを。あ、こうしても大丈夫。うん、固まってる。じゃあちょっとハサミで切り落としていこうか。はい、なんかトミー今日真面目だな。なんだろう。え？すごいアルファゲル買ったこいつ。だからだ。手首全然疲れてない。綺麗だと思うな、想像より。握力とか鍛えられそうかもね。確かにこれ握ってるよね。マジでいいわ。隣の席のやつこれだったら嫌だな。あ、いいじゃん。おい。どうなんだ。まあまあ確かに綺麗かもしれない。すげえよマジで。いや、アルファゲルではないだろ。チェンタでこれ面白い。すげえ。すげえぞこれ、ね。たぶんね、一日中使っても手首。いや、これめっちゃいいでしょ、持ってたら。これ持ってるやつ、俺好きだもん。ちょっと今、ほら、ベタベタなくなってめっちゃ持ち心地いいよ。確かに、こうやって持っちゃえもん。うん、ぐーってやってみたくなるわ。イライラもしない。これめっちゃいい。これめっちゃいい。ほら、見てみそれ。発明だって、これ。いいわ、これ。これいいわ。はい、楽しいこれ。はい、ということで今日はね、世界最強のアルファゲル作ってみました。はい、とてもいいですこれ。想像よりいいね。想像の中よりいいわー。はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。結構重い。こっちの軽くない？こっちの方が重い。あ、こっちの方が重いんだ。開けますか。そう、まだある。まだあるの。手紙と、はい